早速メンバーをご紹介しましょう。全日本はキャプテンの中田をセッターに、13番の川瀬センター、17番新人の17番福田、15番大林、4番杉山、18番斉藤。一方キューバは4番のイスキエルドセッター、13番カルデロン、3番のルイス、すんごいジャンプ力です、3番のルイス、1番のオルティスセッター、15番のカルバハル、8番の左利きのベルです。荒木田さん、キューバはセッターが2人いますね。そうですね、今までは世界のバレーボールほとんどがワンセッターを敷いて、まあ、ほとんどのチームがそうだったんですが、このキューバは攻撃力のある選手が多いということで2セッターを敷いてきましたね。中田のサーブで始まります。まず打ってきました13番のカルデロン、新人のセンタープレーヤーです。この人が4番のイスキエルド。拾えず、両チーム得点なし。この試合の審判は、韓国から来ましたサンクンチョイさんが第一レフリー主審、副審が第2レフリーと呼んでいます西川智之さんです。さて日本のサービスエース、13番の川瀬のサービスエースでワンポイント日本リードしました。1番のオルティスセッターですがよく打ちます。アウト、サイドアウトです。今後ろに下がりましたのが先ほど決めた13番のカルデロン、日本には初めて来ました。日本はここは誰を使うか、杉山、4番の杉山、今前にいますのは17番の福田が前にいます。大林が上げて福田に打たせます。17番大林がトスを上げます。もう一度福田に打たせる、ちょっとボールが近い、止められました。その時ネットタッチがありました。日本にネットタッチがありまして1対1の同点。13番のカルデロンのサーブです。これだけたっぷり取ります。日本とキューバ、大林決めた。大林先ほどはトスを上げて今度は打って、なかなか器用ですね、はい、さあこの試合、まあ、互角にスタートを切ったわけですけども、荒木田さん、はい、見る方のポイントはどこでしょうか。やっぱりキューバのこの今また打ちましたけれども、はい、この高い打点からの力強いスマッシュでスパイクですね。そして 何よりもブロックがものすごい高いですね。昨日の試合なんか見てましても、もう韓国の選手がかわいそうというぐらい、もう上から押さえつけられてましたからね。キューバは昨日韓国にストレート3対0で勝ちました。それも3点4点4点、はい、一方全日本は実業で選抜に3対1、第2セットを10対15で落としてセットカウント3対1で勝って、それぞれ1勝を挙げています。2対1、日本がワンポイントリードしています。大林が上げます。そして打つのが斉藤、斉藤前に、今度は大林バックアタック止められた、その前にホイッスルがありましたね、はい、アタックラインを大林選手が踏んでしまいましたね。なるほど、今バックのプレイヤーですからあのラインを踏んではいけません。しかし今バックアタックを見せるのはなかなか変化があります。さて杉山ワンタッチあり、うまいですね今のような打ち方は。杉山、宗内監督とは一緒に神戸のユニバースヤードでこの人は優勝した時のメンバーの一人ですね、はい、今日本電機のメンバーです。しかしキューバが何かプレーをするとこの金沢市総合体育館のお客さんがどーっとどよめきますね、はい、音がね、スパイクの音が全然違うんですよね、他の選手たちと。大きすぎました。13番の川瀬、ソウルオリンピックの控えのメンバーの一人でした。2対の同点、キューバと全日本、これは第1セット。福田が上げて打つのは前へ入って斉藤、打ってきたカルデロン、失敗と、これはラッキーですね。しかしラッキー、はい、ミスが相手のミスを誘いました。今のは B クイックで中田が川瀬に上げたんですがね、はい、ちょっと先ほども川瀬とのコンビが合わなかったですね。お互い日立なんですけどね、はい、さて今持ち上げました、持ち上げてしまいました。1番のオルティス、斉藤真由美、伊藤洋華堂の選手です。背番号がやはり全日本も全部若い順番に、年の順番に番号がついていますので、はい、18番というのは一番若い選手です。
でもそれから考えますと全日本にはその2桁おっ、これは一旦川瀬がボールを取るような格好をしましてね、はい、今ブロック飛んでいないから川瀬選手が後ろに下がって取って速攻に突っ込むんですよね。なるほど、3対2、日本のリードは1点。今サーブ権はキューバにあります。もうすごい壁、ご覧のようにすぐ返ってきます。福田が打った、ワンタッチしてます。17番の福田が決めました。この人八王子実践高校から入って日立に入りました。そしていきなり黒鷲旗で新人賞を取ってそのまま全日本に入ってレギュラー。もう本当に恵まれたスタートですね、はい、そうですね。3番のルイス、この選手が174センチ、キューバの中で一番小さい選手がエースアタッカー。なかなかちょっとムキになりました。4対2、日本リード。キューバのサーバーは4番のイスキエルド、セッターのベテランのテリエスは今第2ナショナルチームのセッターとして若い選手の指導に当たっているそうです。川瀬がちょっと器用なところを見せました。後ろに下がって先ほどミスがあった川瀬、4対2と日本リードしています。キューバはまだ回転していません。大林が上げて左打たせ、平が決める、シンデレラガール決める、はい、まあ、このキューバの高いブロックにこの178センチのしかも18歳ですからね、よく打ちますね。打ってきたルイス、福田が178センチですがルイスは174センチなんですからね、はい、ジャンプ力もね、福田選手はまあ70ぐらいは飛ぶでしょうね、でもミレイア・ルイス選手はその上の上を行ってますからね、ソロバ跳びで95センチ、はい、ですから最おっと一人時間差を見せましたが失敗。杉山、このルイスまるで踊りのようクイック失敗、ブロックは壁のよう、大林決めた、そのブロックの間を抜いて決めました。決して強い値じゃないんですけどね、はい、やっぱりあの大林選手もね考えて打ってますね。キューバの方はカルデロンとカルバハル、センター線がブロック非常に高いですからね。5対2、日本リード。日本止めた、いや止められなかった。さあルイスが後ろに下がります。ミレイア・ルイス、3年前に男の子を出産しましたママさん選手です。アウト、このチームのキャプテン。ご存知のようにキューバはソウルオリンピックに参加していません。南北共同開催を主張して実現しないと決まってすぐに不参加を決定しました。ソウルオリンピックは日本に負けたソビエトが優勝しました。そしてそのソビエトにキューバは今シーズン、5勝2敗という成績です。したがってゴールドメダルのソビエトに5勝2敗という成績のキューバ、まあ実力ナンバーワンと言って言い過ぎじゃないでしょう。そうですね、はい、まあ、しかもこの実力が今始まったんではなくてもうずっと続いてるんですよね、すごいと思いますね。そして不思議にタイトルに縁のないチームでね、はい、でも私たちがそのオリンピック参加に対して感じていることよりも、はい、彼女たちの方が割と割り切ってるんですよね。国で決めたことだからということをね、はいはい、去年も言ってましたね、 NHK 杯の時に。オリンピックに出れなくても私たちにはワールドカップがあり世界選手権があると、はい、そういつも言ってますね。であの日本とも友達でこうやって試合ができるじゃないかと逆に去年言われたのを覚えてますけどもねさて日本のポイントで今タイムアウトをキューバが先に取りました。キューバチーム第1回目のタイムアウトです。キューバが1回目のタイムアウトを取りました。赤いシャツ、ペルドモコーチ。左側がアシスタントコーチです、ガルベイコーチ。荒木田さんは語学に堪能ですが、はい、この言葉は分かりません、はい、ただあのペルドモさんはドイツ語がお出来になるんですよね、ですからよくドイツ語で話はするんですけれども、そうですか、はい、あの日本チームに対してね失点を少なくすることと、はい、そして今はあの日本はキューバにあまり勝ってないけども、はい、今の世界の女子のバレーはどこが勝ってもそれは、奇跡でもなければおかしいことではないんだという話をね、そうですね、昨日してましたけどね、まあ、特にあのオリンピックが終わるとどのチームも入れ替えがありますから、はい、だいたい、まあ、
番号で1番とか2番つけてる選手やめますからね、はい、そこのところの力ってのはもう平均化されてきますから、そこでどこが出るかが 1,2 年オリンピック終わって 1,2 年の勝負ですよね。そうですね、キューバの9番をつけておりましたカポーテという選手、バレーボールファンのおなじみと思いますが、はい、今月出産ということで今、産休というんでしょうか今お休みだそうで来ておりません、チームの中にはママさん選手もミセスの選手もおります。キューバチームブロックがアウトになりました。しかし日本が6対3とリードしてますが、なかなかいい出足です、はい、どういったところですか。キューバのブロックが高いいいということを非常に選手分かってまして、はい、それを外して打ってますよね。非常に頭を使って考えて打ってます。4番のイスキエルド、2人いますセッターの1人で、どちらかというとこのイスキエルドの方が上げています。またミスです。キューバのサービスフォートはこれで4つ目になりました。日本の方はミスはまだ2つ、まあ、あまりミスは自慢になりませんが日本は半分です。打つのは1番のオルティス、トスアップをするオルティスがこうやってライト攻撃、レフトから打ちます。今度は正面、おっと珍しいスパイクの2人打ちですが、福田ブロック、ルイスのブロック。女子のネットの高さは2メーター24センチですね。24センチ、はい、で彼女が到達点がね3メーター33センチまで届くっていうんですよね、はい、ですからそうしますとバスケットリングが3メーター5ですから、そのはるか上ということになりますね。あ、これで5つ目サービスフォート。キューバちょっとサーブの調子が出ません。6対3とリード、イスキエルドが上げて、ルイス、あれはすごいですね、まあ、確かに今のスパイクこれですね。いやいや顔は完全にね、そうですね、出てますね、ネットの上から胸の線まで行ってますよね、はい、小林高さに対してうまさがありました。大林はうまくなりましたね、はい、6対3、大林が後ろに下がっています。前に中田がいます。杉山が上げる、ちょっと斉藤にもう一つ元気はありませんが、18番福田飛び込んだ、ナイスレシーブ、素晴らしいレシーブです。正面から来たカルバハル、1メーター90センチの選手です。ジャンプの高さの問題じゃないですね、はい、もう元が違う。6対3、うーん、ナイスコース、こういうのがね、杉山の、ま、中田杉山のコンビで、はい、決してね、ちょっと見てみましょう。ほら見てください、これ珍しい映像でしょ。大相撲の放送に負けないようにこの天井にカメラつけてみたんですけどね選手の動きが非常によく分かりますね、というか上から見るとあのコートの空いているところというのが非常によく見えて、ここからなんか上から見ながら日本の選手にアドバイスしたくなりますね。なるほど、荒、はい、木田コーチになりますね、はい、しかしこうやって見るとね、ネットというのは幅相当広いですね。これ横から見てるとね、はい、奥行きがそんなないように見えるんですけどね。そうですね、まあ、アンテナからアンテナまでは9メーターありますからね。ありますからね、放送席西田さん、はい、田中さんですね、はい、あの先ほどのキューバのタイムアウトの時の指示なんですがね、はい、ペルドモ監督はね、日本の速い攻撃に対して今ブロックに当てて落としてしまっていると、ブロックアウトを拾っていかなければ勝てないと、このままじゃ負けるぞとハッパをかけていると、うん、あ、そうですか、はい、今の声は田中博アナウンサーです。両チームの、ベンチサイドといいましょうか、コートの情報を伝えてくれます。キューバあたりのやはりしっかりしないと負けるぞっていうふうな、まあ、はい、葉っぱをかけるんですね。そうですね、それでなくてもあのキューバの選手というのは国民性でしょうかね、割と乗ると強いんですけれども、うん、ダメだと思うとすぐもう負けてしまうっていう、そういう傾向がありますからね。17番の福田が活躍しています。もう一人日本に若い選手がいます。その福田の体格、今後ろにいますが18番の斉藤真由美、伊藤洋華堂の選手です。13番のカルデロンというのはいいタイミングで打ちますね、はい、本当 の、 あのカルデロン、それからカルバハルですね、はい、この辺の、センター線というのは最近特にこう強くなったという感じがしますね。決まりました、いっぱいに決めました。大林、今日は大林の玉足の長いスパイクがいっぱいに入っています。6対4、川瀬のサーブ、サービスエース、今日は2本目じゃないですか、川瀬2本目です、はい、そうです、
試合の出足でいいところで1本出しまして、今度で2本目ですね。高崎商業から日立に入っている川瀬、日本の、ま、センター待望論、その早くセンターのいいプレイヤーが出てきてほしいというその一人です、はい、日本はセンターのヒロ、まあ、オリンピックでも大活躍のヒロが筑波大学院の、大学院生で今教育実習で、ヒロ先生で今その実習をしているために全日本に加わっていません。いいプレーがあった、ちょっと近い、上げて打たせる、逆サイドからブロック、素晴らしいブロック、1番のオルティス、1m79cm、下がります。13番のカルデロン、ルイスがまだ前にいます。ルイスが左側にポジションを変えています。レフト攻撃になるとルイスです。 ルイスに行かない、逆から行った、カルバハルが決めました。みんながルイスに行くと思ったんですよね、はい、まあ、その辺でね、また1枚ブロック引きつけて、その辺が打たなくてもルイスの貢献度というのは常にどこかでやってるわけですよ ね、 そうですね。ルイスは同じポジション、サービスフォート、これで 1,2,3,4,5,6,7 つ目です、はい、ちょっと今日はミスが多いですね。多いですね、はい、昨日の韓国戦見てました、あのクロスの短いサーブが非常に良かったんですがね。15番のカルバハルが決めました。ルイスが後ろに下がります。なんかルイスが後ろに行くとホッとしますね。そうですね、でもレシーブもいいんですよ。あ、なるほど。しかし前に8番のベルという選手が上がってきます。ちょっと持ち上げました、技に走りすぎました。ポイント9番、6対8、宗内監督、日本体育大学の女子のバレーボールを長い間率いていました。大林ダイレクト打つ、あ、今斉藤の思い切った積極性が良かったですね、はい、そして自分でボールを返す前に相手 の、 このポジションをよく見ましたよね。なるほど、日本にもサービスポイント大林、日本3つ目、キューバ7つ、今ホイッスルがありました。アウトポジション、キューバの選手がサーブをする前に動いてしまいました、はい、サイドアウトです。8対6、日本リード。サーバー杉山、正面から左打ち、今の人がベル、8番のベル、まだ17歳で1971年生まれと言いますから、こちらで言いますと高校3年生になりますかね。うまく回り込んだ、うまく回り込んだ攻撃、斉藤、その斉藤が後ろに下がります。今大宮中央高校の通信制の高校生、年齢は今18歳、これは上ですね。13番のカルデロン、ルイスが前に上がってきました。ルイスが前に上がってきて自分のポジション3番左にいます。ベルのサーブ、福田斉藤、17番18番という若い背番号をつけている選手が活躍しています。ライト攻撃、久しぶりライト攻撃、4番のイスキエルド、セッターが攻めていくんですからね、はい、このセッター2人いますけれどもね、2人ともよく打ちますね、8対6、日本リード。中田の速いパス、速いトスでした。これ選手交代、後ろに川瀬が下がったところで、これで拍手が開きますよ。全日本チーム、はい、13番川瀬ゆかりに代わり3番本郷智恵が入ります。ユニシカの本郷、実は金沢出身でして、金沢商業の出身です。昨日も大活躍しました。ルイスはいつも強く打ってくるわけじゃありません、いるだけで怖いルイス。6対8、杉山、うまいですよね、今の打ち方は、ね、2枚がね、ブロック2枚きちんと揃ってるんですが、あっちひねってみたりこっちひねったりしてこうポイントするんですよね。ライト攻撃、ルイスが右側から攻めてきた。6対8、
ベンチからの声が聞こえます。キューバ、今のこのルイスのライト攻撃、もう杉山がぶつかってしょうがないって顔してましたね。そう、杉山ナイスコース。中田がキャプテンになってですね、はい、非常にこの普段練習の前なんかで話しても明るくなりましたね。そうですね、あの前はどちらかというとボソボソボソって話してる時が多かったんですが、今も楽しそうにやってるっていう、そういう感じがしますね。キャプテンの中田がセッター、今トスを上げる人、この人早いトスを上げて、ちょっとトスミスの感じがありましたが、はい、杉山それを救いました。日立と日本電機のコンビネーション、日本チームは今度の場合はいろいろなチームから選手が揃っています。ソウルオリンピックの日立主体とは変わっています。そして監督も企業チームの監督ではありませんで、日本体育大学の監督の宗内さんがこのチームを率いています。8対6、得点が動きません。ダイレクトいった、また斉藤が打つ、ワタッチしてる、ルイスが拾う、上げる、ベルが返す、日本どう攻めるか、中田の頭の中には何があるか、誰を使うかと思ったら自分使いました。よく見てますね、またこれこの辺りがレフトハンド得意ですね、はい、斉藤のまともなミス、いやサービスミスもいろいろありますが、これほどネットの下へぶつけるミスは珍しい一時あのサーブ恐怖症になったんですがね、彼女ね、はい、昨日良かったですよ、昨日は良かったですね、さて今度は技、本郷が技、ユニチカの選手です。今年24歳、86年の世界選手権の代表選手にはなっていますが、オリンピックには出場できませんでした。オーバーネット、大きいのも良し悪しというところがあります。9対6、タイムアウトを取りましたキューバ、これで使い切ります。2回目、思わぬ展開になってきましたね。そうですね、あの日本チームの方が強打よりも小技で、それがうまく成功してますよね。やはりサービスコートの7つというのは、はい、ちょっとこうペースに乗ろうとするとすぐそこで切られてしまいますからね、はい、昨日の試合見てまして、キューバのサーブというのは非常に力強く、力があって、そして重いんですよね。でスピードがあります。それが今日これだけミスが出ると、ミスをした選手の打つ次の打つ選手っていうのはどうしても入れとこうっていう感じになってしまうから弱くなってしまう。それをうまく日本チームがレシーブうまくセッターに返して速攻で、それから移動攻撃に結びつけているというような感じがしますね。中田が上げる、15番の大林が決めた。10点、10点に先に届いたのは日本、10対6、今のプレーです。しかしいいトスですね、今のトスなんか、はい、さあバックアタック、ベルのバックアタック、打った福田、福田が思いっきり打ちました、はい、ぶつけました。それでもね、今のは下には打ってないんですよね。なるほど、下に打ちつけるともう自分が落ちてくるよりも早くボールが返ってきますからね、ブロックに当たって正面からよく拾った、ナイスレシーブ、斉藤がいいレシーブを見せて、その後また日本よく拾って、ルイスが上げてリターンか、いや逆に回して右から攻めた、イエスキルド、イエスキルドにやられました。6対11、これメンバー変わります。7番のオルティニエルが入ります。7番アナ・ルイサ・オルティニエルが入ります。ということはこの人はルイスが休んだ時に活躍した人ですから、打ち手ですね、はい、これ前に上げました。7番、11対6、地元出身の本郷のサービスエース、いいとこ狙ってますね、本郷のサービスエース、ルイス、これはどこ抜けてるんですかね、今ネットに当たってるんですね、スパイクボールが、あれだけ離れたところ、ちょっと見てください、はい、ネットからかなり離れてるところで打っても鋭角に打ってますから、ネットを通過するときには
低いところを通ってるわけですね。なるほど。ああそうか、普通だったらもっと吹けるって言いましょうか、吹かしていくわけですよね、はい、上行ってしまいます。そうですよ、今いわゆるアタッキングエリアのですね、はい、目いっぱいのところですからね、3メーターぐらい離れてますから、まあ、普通の選手だったらあそこから打つ場合はエンドラインを狙って長いコースに打ちますよね。そうですね。今カルデロンのサービスエース、キューバのサービスエース2つ目、今年23歳の選手です。非常にマナーの落ち着いた選手です。ミス。ここでメンバー交代。日本はここで福田が後ろに下がったところで9番、マスコ、伊藤洋華堂のマスコ登場。非常にレシーブそしてつなぎのいい選手ですよね、頼りになる選手です。これで斉藤と対角になります。今ホールディングですね。ホールディング捉えました、持ち上げました、はい、日本ポイント13対8。ここからですよね、はい、13点から、おっとこれで14点、マスコのサービスエース。ソウルオリンピックの時の日本の監督山田さんの姿が見えました。ま、ミスをするあれだけいっぱいいっぱい狙ってるってことですね。はい、思い切ってやってますよね。さてルイスが後ろに下がっています。日本がリードしています、14対8。キューバのポイントです、9対14。第26回バレーボール大会の中でも非常に歴史のあります NHK バレー、国際バレー、今年は女子は今金沢で、そして来週男子は宮崎県の都城で開かれます。全日本とキューバの一戦、両チームとも昨日1勝ずつ挙げています。今年の NHK 杯の優勝を決める一番大事な試合です。日本第1セット15対9で取りました。さて第1セット日本が15対9とリードして、これから第2セット、両チームともスターティングメンバーは第1セットと変わりません。日本も4センターには4番の杉山がいますし、打ち手としては17番の福田、18番の斉藤、セッターは中田がいます。そして大林がいて川瀬がいます。一方キューバの方は1番オリティス、15番カルバハル、8番のベル、4番のイスキエルド、13番カルデロン、3番のルイス。15対9と第1セット日本が取りましたが、第2セットまずサーブ返せずワンポイントリードしました。8番のベル、左利き、川瀬、ワンタッチ、ワンタッチしてます。主審の韓国のサン・クンチョイ、はっきりとしたジェスチャーでサイドアウトです。来てません、来てません。4つ目叩いたこのカルデロンですが、いわゆるオーバータイムスです。最近の新しいバレーボール用語では4ヒットというそうですが、要するに4回打ってしまったということです。オーバータイムです。1対1の同点、第1セットは15対9で日本が取りました。4番のイスキエルド、中田2アタック、戻してドリブル、ドリブルが捉え、ドリブルがありました、サイドアウトです。今キューバは前にルイスがいます、ルイスが今センターにいます。プレイス、うわ、ジャンプを見てると打球を見失いますねそれに今のコースがすごいですよね、本当に下に向かってスパイクしましたね、はい、18番の斉藤、ブロックアウト、大林が後ろに下がります。止めた日本のブロック、杉山のブロック、杉山の中で飛ぶ、決して大きな選手ではありませんが懸命に飛ぶ、フェイントよく拾って上げておいて、すぐ戻って斉藤、斉藤上げて杉山を使う、右からの攻撃、ブロック、ルイスがいた、はい、
これはまともに上から押さえつけられたという感じですね。1メーター90センチと1メーター74センチの人がさらに90センチ飛ぶわけですからね、はい、それでもブロックがねまっすぐ出てると割とブロックを利用しやすいんですね、アタッカーとしては。それが今のようにもうあの 2階の屋根みたいにこう手が体ごと出てこられると利用どころかもう打つだけぶつけるだけしかできないんですね。なるほど。ルイスのサービスエースがあってキューバ1点リード。今とにかくルイスは後ろにいますが前にベルがいます。打ったのは15番カルバハル。この人もまだ19歳、1メーター90センチです。今日はまだバックアタックをしてきませんがまだキューバは奥の手を持っています。18番の斉藤ワンタッチせず、狙いは良かったんですがね、4対1となったところでタイムアウトを取ります宗内監督。ソウルオリンピックの時に山田監督をサポートしてコーチになりました。ややその、話し家風の雰囲気がありましてね、宗内さんとはなんとなくこうユーモラスな雰囲気があるんですよね、はい、お酒をお飲みにならないんですけれどもね、はい、一緒にあの話を聞いてるともう面白くて面白くて、それが昔の話とかバレーの苦労話をよくしてくださるんですがね。あのチームがね、はい、今サインの習得に大変なんだと、フォーメーションに戸惑いで大変なんだと、監督も覚えるのが大変だとそういう話をしてましたが、まあ、日本チームは今佐藤一子、中田の前の一応初めキャプテンだったんですが膝の治療のために今チームを離れています。ヒロが教育実習で離れて、そして16番の吉原も今アキレス腱を痛めて、名古屋で治療しています。そして今日のメンバーはこの他に全日本、伊藤洋華堂の石掛あるいはセッターの金子そして日立の、武藤とこの3人の選手が今日は、この NHK 杯はベンチ登録を外れています。4対1、キューバのリードが3点。1番のオルティス、バックトスからカルバハル、荒木田さん思わずおという声ですが、見てみましょう。この打った後のコートにボールが当たって跳ね返りますよね、ええ、その大体普通の選手が打ったらあんなに高くまでボール上がらないですよ。なるほど。今あのスローで見れなかったんですけれども、ええ、あれだけのスピードで打って力で打ってあれだけ高く上がるんですからね、男子並みですよね。得点6対1、なんとか止めたい日本。斉藤宗内監督が性格もいいし本当にもうスポーツを非常に愛してるし、はい、いい子だいい子だと話してましたが、特にあの初めて全日本に入った去年の NHK 杯の時ですか、はい、あの時に比べたらだいぶこうミスが少なくなって、まあ、年齢的には福田選手と同い年なんですけれども、こう見てますともう上級生という感じになってきましたよね。そしてまたそれでいて初々しさがありますからね、はつらつとして本当に見てて気持ちがいいですね。まだ去年はなんか腰を持ちでしたね、膝でしたか、そうですね、足首でしたかね、はい、すっかり明るくなりました。18番の斉藤ベル、8番のベル、まだ17歳です。そのベルが後ろに下がるということは3番のルイスが前に来ることです。サービスミス。ここで今メンバーチェンジ、日本は川瀬に代わって本郷を入れます。日本チーム13番川瀬ゆかりに代わり3番本郷智恵が入ります。まあ非常に拍手で迎えられる本郷ですが、川瀬が1メーター82のセンタープレイヤーとして期待されているのにもう一つチームに乗り切れませんね。はい、やっぱりプレーとしては、まあ、日本を代表するセンタープレイヤーとしてヒロがいますけれども、はい、もうヒロと同じぐらいのプレーができるんですよね。ただちょっと気が弱いのか、そのチームの中に川瀬がいるんだって、私はいるんだっていうそういう存在価値を自分でこうアピールしていかなきゃいけないと思うんですよね。それがちょっと足りない。アイスブロック杉山止めた後のこの喜びを、杉山も175センチですから、川瀬の182センチからさらに7センチ上なんですから ね、 そうですね。福田に代わって9番のマスコが入ります。非常に人気のある選手です。いいサーブだ。すごい。ルイスのところにトスが上がると場内がパッと静かになるんですね。
もう打つ前に見てる人もあまたポイントかと思ってしまいますね。そうですね。斉藤いっぱい、幅は9メーターあります。決めた斉藤。大林のサーブよく落ちた。1番がオリックス、15番がカルバハル、8番がベル、1番がイスキエルド、13番がカルデロンで3番がルイス。このブザーを押しますとタイムアウトになります。メンバーチェンジもこうします。斉藤、このセットは斉藤が目立ちますね。はい、だいぶ高いブロックに慣れてきたっていうそんな感じがしますね。あー、なるほど。2位からオルティス、マーカー外ですね。はい、アンテナが立っておりまして、その横です。さあ村内監督、タイムアウトは取ったのは1回です。第1セット15対9で日本が取って、これが第2セット。キューバは実力世界ナンバーワン、ゴールドメダルのソビエトに今シーズン5勝2敗、ソウルオリンピックは参加していません。止めきれない。あ、オルティスが打ち始めましたね。はい、あの今までキューバにはそのテリエスという名セッターがおりましたけれども、はいはい、そのセッターに代わってこう今2セッターやってますね、イスキエルドとオルですが、この2人を見れてもまだセッターとしてはまだ物足りないと思いますけれども、アタッカーとしてはもう十分ですね。15番のカルバハル珍しく失敗、2対6、日本離れません。何かしがみついてる感じがあります。第1セット15対9で日本が取りました。サービスエース、サービスエース5つ目、18番の斉藤。あのサーブ恐怖症の時代があったってありましたね、はい、日本リーグ中ですね。もうサーブ打つのが怖くてほとんどサーブに回ってくると他の人に代わってピンチサーバーとか出てましたけどもね、しっかり立ち直りました。アウト、ブロックアウト、4対6。斉藤のサーブで2ポイント。2位から来た、カルバハルが来ました。1m90cm、 カルバハルが後ろに下がります。そうするとカルデロン、13番のカルデロンが前に上がってきます。ルイスはまだ後ろ、ドリブルを捉えました。サービスエース、7対4。第1セット15対9で日本が取っています。アウト、これで12。サービスエースも5ポイントありますが、アウトも12あります。10番、中西千恵子が入ります。村内監督が話をしていたあのスイッチですね、はい、中田に代わってここで中西が入ります。163センチのセッターです。でもよく動きますよ、黒和式優勝のユニチカのセッター。お、正面から本郷、ブロックに合いました。7対4。ベルのサーブということは前にルイスが上がってきてます。大林ネットタッチ、キューバにネットタッチがありました。キューバにネットタッチがあってサイドアウト。3番の本郷が後ろに下がってサーブ、前に4番の杉山、速攻の杉山がいます。大林もいます。攻撃は変化があります。マスクもいます。7対4。イスケールド、ルイスはセンターにいます。アウト、あ、よく見ましたね。13個目のサーブホール。普段もキューバサーブはこんな積極的にボンボン打ってきますか。割と考えてあのいいコース狙っててきます。今日は特にミスが多すぎると思いますね。荒木田さんのおっしゃるようにこの鋭角的と言いましょうかね、はい、ルイスの体とボールの出たところジャックナイフのようにねそうですね。でも昨日 の、 あの記者会見の時にですね、はい、あの新聞記者の方がどうしたらあなたみたいなジャンプができるんだと、そのルイスに質問したんですが、そしたら彼女ですね、自分からやる気になってトレーニングすればできますってはっきり言いましたよ
しかし子供ができてからジャンプ力がついたとかですね、ルイスの話というのは本当にある意味では参考にならないぐらい すごいんですよね。考えられないですね、そう。よく拾った、ルイスを拾った。さあ日本頑張る。5対7、第1セット15対9と日本が取っています。中国ではフルセット戦って敗れました。サービスエース大林、ちょっとキューババランスを崩しています。タイムアウトを取ります。さあペルドモコーチがどんな、最初の時ほど大きな声じゃありませんね。この人はこうジェスチャー見てると何か意味が分かるような感じがするんですよね、はい、こういう時はコーチを見てるのもあれですが、聞いてる選手を見てると全く聞いてない選手もいますね。そうですね、大体自分の悪いところって分かってるんですからね、今何をやらなきゃいけないっていうのは選手は分かってるんですよ。第1セット15対9と取って、第2セット日本が追い上げて今6対7、キューバがワンポイントリードです。ワンタッチしています。15番のカルバハル、19歳、16歳の時に世界選手権に出ていました。ルイスのサーブです。いやいいトスでした、いいコンビでしたね。10番の中西と、今のはね、中西が上げる前に斉藤がここでジャンプして待ってたという感じがしますね。理想的なビッグイックですよね。そうですね、ユニチカと伊藤洋華堂とそれぞれ会社は違っても所属は違っても全日本いいコンビが出てきました。まあ、宗内監督の話で単独でなくては日本チームというのは作れないのかと、選手一人一人の実勢とか個性を考えたら日本人が一つのチーム作ってやってどうしてそれがいけないんだというのがね、ムレイスさんの、まあ、一種の意地ですけども。さあルイス失敗、ルイスにもミスはある。6対7、今こう全日本を見てます、はい、大林以外はほとんどが173センチ4センチ台。そうなんですよ、中西はもっと小さいですよね、中西はとにかく163センチですからね、はい、まあ、今のこの6人制の時によくバレーをやろうと思ったと思うぐらいですから ね、この人がクロアチアの最優秀選手です、はい、また彼女はケロッとしているこの表情が何とも言えないんですよね。そうですね、見てて気持ちがいいし、みんなから通称ピットピットって言われたんですけどね。ピットですか、はい、語源は何なんですか。さあ私もよくわからないんですけれども、まあ、ピッピッと動くからでしょうかね。なるほど、そのピッ、わずかにサーブ一つでも彼女は狙ってるんですね。7対6、第1セットは日本15対9、ルイスは前に来ました。ルイスが打つ、何かもうルイスに打たれると、はい、場内のお客さん納得といった感じですね。まあ彼女に決められても次があると、はい、気持ちの切り替えですよね、半分は後ろ行ってるわけですからね、はい、中西いいトスです。どんなトス上げるか、上げといて、パッと上げといて、マスコに打たせる、近すぎる、すごいですね。今の普通の選手でしたらね、あれまともに打ったらブロックにかかるんですよね、はい、ですから片手で返すんです。ちょっと見てみましょう、それを上ですからね。近すぎるというのは要するにルイスに行ったトスが近すぎたとおっしゃったんですね、はい、ネットに近すぎるんです。なるほど、ですから普通の選手が打ったらばブロックにそのまま当たってしまうんですね。ですから片手で返すんですが、そのブロックの上から打てるのがルイスなんですよ。6対9、サイドアウト、ルイス、ルイスで隣にいるのがカルデロン、4番のイスキエルド。中西どんなトスを上げるか、飛び込んでマスコが決めました、はい、今のスパイクは強打じゃないんですね、ブロックの、ちょうどセンターのブロッカーの右手を狙って軽く当てて落としたというスパイクですね。マスコのサーブ、これの今のサイドアウトでローテーションで前衛の右です、フォワードライトに来ましたルイス、もう一人動くと後ろに下がります。なんかルイスが後ろ行くのを待ってちゃいけませんけど、はい、カルデロ、中西上げて、大林、
大林の左利きでのライト攻撃、日本コールが始まりました。中西が前に来ましたのでブロックは2人、その中西の前で1メーター63センチの前で1メーター90センチが飛ぶわけですから、はい、どうしてもキューバはそのルイスがいるから、はい、ルイス1人がすごく目立つんですけれども、その隣にいるカルデロンとかカルバハルもよく打ちますね。左利きのベル、ベルは日本の年齢でいうと高校3年生です。どうですか、あの中田からですね、はい、中西へのスイッチ、はい、セッターのスイッチというのは中田成功して追い上げましたね、少しね。そうですね。おっと中西が飛んで決めた、中西の2をアタック、まさかのと思ったでしょう。キューバやっぱり中西が入ると今入ってる本郷とかが生きてくるわけですよね。なるほど、3番の本郷ですね。それからマスコもどっちかというと生き返ってきましたね、はい、生きてきました。10対6、第1セットは15対9で日本が取りました。第2セット、オルティスのサーブ、ベルが前にいます、ルイスは後ろにいます。ベルは8番決めた、本郷、金沢出身の本郷が決めました。選手交代、マスコが前に上がってきたところで17番の本田、福田、17番福田清子が入ります。八王子実戦から日立に入っていきなりフロア式で新人賞、そしてそのまま全日本に入ってレギュラー。この18番が斉藤、おーっと上げて本郷、押し合い、中西ワンハンド、また押し合い、拾ってる、ダイレクトで返って決まった、うん、見てました、スノープレー、隙間を見てました。日本2回目のタイムアウト、これで使い切ります。11対6になりました。第1セットに比べて日本が、第1セット15対9で取った日本が、あ、次来いって言うてムード作らない、ボインでね、ムードが止まっちゃう、ボインでやったらね、正直ね、捨てて、あ、次来いって、でバーンってやることを覚えないからね、開って、内側じゃなきゃ点にならない、よし、行くぞ、しかし荒木田さん、はい、ポイント来たらそれで止まってしまうと、はい、ムード変えてさあ次に行こうと思わなきゃいけないって、非常に分かりやすいし、なるほど、そうですね、そうですね、やっぱりあの高いところからバシッと打たれたら、そこでせっかく今までこう作ってきたリズムがプツッと切れてしまって、それでまたつなげなくなるっていう状態が今の状態ですからね。さて中田が戻ってきました。中西に代わって中田、今その中西がベンチに帰るところ、場内から、数は多くありませんでしたが拍手がありました。まあ、それほどその中西のプレーが印象に残ったわけでしょう。8番のベル、12対6、カルバハル、ルイスはまだ後ろ、ルイスがトスを上げてます、ベルが打ちます、中田が上げて、福田が打って止められた、13番のカルデロンに止められました。おそらく宗内監督は中西と中田を変えたのは、この6人の中で大体おとなしい選手揃ってますけれども、その中に中田を入れて、その今のような気象の激しいプレーですよね、そういうのでなんとかムードを変えようという意図があったと思うんですが、あまりうまくいかないですね。そうですね、セットポイントを迎えました。キューバ14対6、中田上げて回り込んでブロード攻撃止められました。15対6、第2セットはキューバが取りました。第1セット15対9、第2セット15対6、第1セットは日本が、第2セットはキューバが取ってセットカウント1対1となりました。今第3セット11対6でキューバがリードしています。第1セットは日本が取りました15対9、第2セットはキューバが取って15対6、そして今第3セット11対6キューバがリードしています。どうですか、リードされててもタイムアウトの時の日本のベンチの選手の表情がですね、明るいですね。そうですね、やっぱりあのもうそろそろ宗内監督はどういうバレーをしたい、
どういうふうな形にチームを持っていくの、選手もだんだん分かってきてるだろうし、まあ、監督のおっしゃる通りついていけばっていう、そういうそのまとまりみたいなのが出てきたんじゃないかなとも思うんですね。松下、はあ、決めた。松下決めました。初めて決めました。これは宗内監督が途中一度本郷に変えて、なおかつまた松下出して残しておいたのは、そして今度中西が入ってきましたからね。そうですね、ここで、はい、この中西松下コンビっていうのも非常に早い速攻をやるんですよね。そうですね、10番のこの中西と2番の松下、ユニチカのコンビ、黒鷲旗優勝のコンビです。これはどこまた抜けたんですかね。今のは大林と松下が、ですから80以上の選手が2人ブロック飛んでるわけですね。はい、なんとしては1番のブロックですから、はい、っと中西今とにかく捨て身のトスアップ、ナイスレシーブ、斉藤、中西上げて振っといてブロックされた。今のはブロックかわして欲しかったですね。あのスパイクを斉藤がレシーブしましたからね。前にいるのはマスコ、12対6ダブルスコアになりました。第3セット、松下が後ろに下がります。松下、中西、斉藤と後ろにいます。このオルティスは何か変化球といった感じのスパイクですね。一つ間を外すようなね。そうですね、12対6カルデロンのサーブ、カルバハンが前に来ます。速攻成功、はい、どうもキューバの13番15番カルデロンとカルバハル、このセンター線のブロッカーなんですけれども、はい、高さはあるんですが、速攻に対しての動きがちょっと遅いですね。なるほど、オルティス止めた、もう一回オルティスか、上げた、大林、宇都宮、ルイスだ、フェイントだ、拾った、ナイスレシーブ、中西拾った、また来た。いやルイスはやはり状況判断が素晴らしいですね、はい、ルイスが後ろに下がります。8番のベルが前にいます。中西、おっとこれもコンビが合わなかったんですが、相手とも合わなかったですね。良かったですね、逆に。15番大林のところに代わり11番椿本早苗が入ります。大栄の椿本登場、11番ナイスサーブ、中西直撃、顔に当たってしまったみたいですね。顔に当たったんですね。ちょっとうつむいてますよ10番、はい、あらそれでもやっぱりこのこういう状況ではニコニコしていなきゃいけないんですなるほど、おっと位置がありますね。復讐しましたね。ダブルハンドでバックで返しました。間に合うか、ダメ。13対6、しかしどうですか、顔やられた後ですね、はい、2アタックでね、それも後ろ向きでね、はい、なかなかやはり163センチでベストプレーヤーになるだけのことありますね。ワンタッチはしてない、ブロックの真ん中を上を抜きましたがダメでした。14対6セットポイントを迎えました。第1セット15対9で日本、第2セット15対6でキューバ、第3セットはキューバがセットポイントを迎えています。アウト、あ、ネットタッチがありました、はい、キューバにネットタッチがありました。サイドアウト、6対14。杉山のサーブ、キューバのレシーブ体系、オルティスが前に上がってバックに上げて決めた。15番カルバハル、止められた。15対6、中西松下のユニチカコンビ、今結びつけることができませんでした。第1セット15対9日本、第2セット15対6キューバ、第3セット15対6キューバでセットカウント2対1キューバが1セットリードしてこれから第4セットに入ります。木田さん、はい、日本が第1セット15対9で取りました。その後6点6点で取られてますけども、どうでしょうか、いわゆる新しいチーム、はい、日立もユニチカも伊藤洋華堂も大英も
いろいろとか選手を集めてですね、こうやってチーム作ってます、はい、宗内監督のチーム、だんだんこう宗内監督チームがこう読めてきた、だんだん手の内に入ってきたような感じはありませんか。だったそうですね、初めて全日本が編成されて、はい、練習している時に見に行った時にですね、まだ選手がどれぐらいできるのか、はい、どれぐらい練習しているのか全くわからないと監督おっしゃってましたけれども、その後中国に遠征して、なんとなくこうチームらしくなってきたっていう感じがしますね、はい、日本としてはソウルオリンピックの時にですね、はい、ペルーに荒木さんに解説していただいた試合で、はい、もうわずかなところで決勝進出ができなかった日本。そうですね、その辺から考えて新しいチームに作って、まず4つの壁の中に入る、はい、その4つの枠の中に入るためにですね、一番欲しいのは何でしょうか。日本の場合やっぱりキューバのルイスのような大砲でしょうね。例えば、ソビエトのチームはブロックが高いとか、それからキューバにはミレア・ルイスがいるとか、そういうあそこにはあれがある、あれが怖いっていうものを日本チームも作り上げなきゃいけないと思うんですね。 NHK 杯国際バレーボール、今年女子は、金沢です。金沢は今ここに出ておりますように、市制100周年を記念していろいろな行事が行われています。恒例の金沢の100万石祭りは1週間後に始まるそうです。静かな、ことといいましょうか、その金沢も今はこういろいろな催しでこの浮き立つような雰囲気になっています。これから第4セットが始まります。セットカウントは2対1、キューバが1セットリードしています。スターティングメンバーは第3セットと同じ、今ベルのサーブで始まりました。日本がまず相手のミスを誘ってこうしてサイドアウト。日本はセンターに松下2番を使っています。セッターは6番の中田。ルイス止めた、ルイスを止めた、はい、大林がとにかくルイスを止めて1点、貴重な1点。しかも今は1枚ブロック1人で止めましたよね、これは大きいですよ。いやーもう大林がスローでもですね、はい、パッとこう表情が出るような速いジェスチャーで喜びを表現しました。2対0、松下のサーブが続きます。よく拾いきれませんでした。サイドアウト。キューバはこれからサーブをするのが後ろに下がって4番のイスキエルと、前にいるのが13番カルデロン。日本ケイダ柔らかく打ったところで杉山。どうもこのセッターの中田と杉山のコンビが合わないんですが、かえって合わないのは構想してるんですね、相手も戸惑ってる感じがありますね、はい、13番カルデロン本当に表情を変えません。でもこのカルデロンという選手はこうして見てますと非常に頭の良さそうなという顔をしてますよね。笑った顔見たことないんですよね、はい、今もう第4セットになってます。日本にも今まで来てませんよね。初めてですね、初めて言いますよね、はい、23歳なんですけどね、初めての選手でこれだけ活躍する選手を何気なくこうまた連れてくるという感じが、どれだけこういう入ってますね、はい、こういう選手が急にもっといるんでしょうね。そうですよね、14のですね地区から各県で大会をして、はい、そしてあとトーナメントでそのキューバの選手権を、はい、ほとんど1ヶ月ぐらいかかってやるそうですけども、そして今チームはナショナルチームを2つ作って、はい、1つが、A ですね、このチーム、もう1つのところに去年までおなじみの、テリエスですか、はい、あの人がセッターになって若い選手を育ててるんだそうですね、はい、もうそのほとんどこのナショナルチームとそれからジュニアのナショナルチームと、はい、そういうナショナルチームの選抜チームみたいなそういうチームがいつも一緒に練習してこう上下の入れ替えみたいなのをしてるみたいですね。そしてヘオルヘ団長さんを中心としたペルドモさん、それからヘオルヘさん の弟さんもバレーされてるんですよね。ヘオルヘ一家という感じがしますね。そのうちキューバのベンチをご紹介したいと思いますが、はい、先ほどからタイムアウトに出てくるペルドモ監督のコーチの隣にですね、はい、トレーナーという資格ですがヘオルヘ団長がね、はい、日本でおなじみの顔ですから NHK 杯の時にはいつもチームを率いてこられるヘオルヘさんの姿もあります。この右側の真ん中の人です、この人です、バレーボールコートのイブモンタンという頭がついているんだそうですがトニーは非常にこの喜んでいるそうですが、日本が3対1とリードしている第4セット。1975年に日本に来て
それからあとの14年間にもうこれで21回目の日本だと話してましたね。まずあのキューバのチームが初めて日本に来た頃はなんか選手が食べ過ぎてあまりいい調子じゃなかったという話を聞きましたけれどもね。3対1と日本がリードして第4セット、まだルイスが後ろにいます、ベルが前にいます、もう一つローテーションがあるとルイスが前に来ます。サービスエースか、よく止めた、福田が打った、危ない時には打って返す、2人で飛んで真ん中からカルデロン、アウト、サイドアウト、3対1。3500人入りますこの金沢市総合体育館。サービスエース、アウトだと思ったんですね、カルバハル途中でやめようとしましたが中田のサーブ、4対1、キューバチームが先にタイムアウトを取りました。セットカウント2対1とリードしているキューバですが、キューバ共和国のアマデオ・ブランコ大使です。非常に熱心で、この前の試合の韓国と実業団選抜の試合ですね、はい、ファイナルセットになって結局セットカウント3対2で韓国が勝ったんですが、その試合もじーっと見てらしたですね。そうですね、前何年か前ですかね、東京で会った時の NHK 杯の時にはキューバ大使館の家族の方がみんな見えて、はい、でキューバの方も見えてですね、全部あの楽器を鳴らしてね、早稲田の記念館の、ね、ステージの上に並んでですね、大応援をしながらこのキューバ日本戦を見たことがありますが、もうバレーボールはキューバではもう国技のようになってるんじゃないですか、野球のように。そうですね、はい、今野球が日本に来てるんです、アマチュア野球。 そうですね、それで成績がですねもう一つ良くないんですが、ヘオルケあのフェルドモコーチは、野球のようにはバレーは行かないと日本に向かって言ってましたけど4対1、日本のペースになってきました。今13番のカルデロンが打ちましたけども、カルデロンが打つ前にルイスがレフトの後ろの方からちょっとジェスチャーで、はい、こう球を呼び込むようなジェスチャーで日本を引きつけてましたね。伸びる、松下失敗、杉山返すか、チャンスボールどう生かすか、ルイスだ、2対4。うん、本当にどうすればあれだけジャンプができるか。毎日練習すればいいということだったんですけども、まあ、毎日練習だったら日本チームもしてるんですがね、やっぱりもちろんあの天性のものもあると思うんですけれども、今日の放送は、オリンピックのバレーボール放送でもおなじみの荒木田裕子さんの解説、そして田中博アナウンサーのレポートを途中交えながら、実況西田でお伝えしております。金沢市総合体育館、26回というバレーボールの大会の中で非常に長い歴史を持っています NHK 杯。正面から割ってきました15番のカルバハル。ルイスが前にいるときにここ1番でルイスを使って、その他のときには1番のボルティスあるいは15番のカルバハルが打ってきます。その差1点リード日本。ボルティス、杉山ちょっと遅れた、飛び込んでランニングスパイク、斉藤ワンタッチ点、13番のカルデロン逃げ切れず、ボールはアウトでしたがその前に触りました。斉藤の思い切りの良さ、大林のサーブ止めきれず、15番カルバハル1メーター90センチ、ルイスが後ろに下がりました。斉藤上げて、斉藤クイック、トスミス、そのまま止められました。やはりこの辺がまだ、新生チームといいましょうか、混成チームが始まったばかりという感じがありますね、はい、まだところどころこうちぐはな部分が出てきますね、まだ遠征までは日ソ大会まではちょっと時間があるわけですね、はい、4対4の同点、杉山が後ろに下がって1メーター82センチの松下前に来ました。杉山のサーブ、いいサーブです。正面からカルバハル、拾っといて上げといて、斉藤フェイント、おっとボールがいってるか、ブロック入ってた、
松下正面からちょっと弱い、中田トゥーアタック、待ってたイスキエルド、ルイスバックアタック、上げて斉藤が打つ、どっちに落ちる、助けてくれました。5対4、斉藤のサーブ、前に17番の福田が上がっています。ベルのスパイクを止めた、オーティス打ってきた、よく拾った、素晴らしいレシーブ、大林と中田で、まあ、よく止めて、その後中田が素晴らしいプレーでしたね、はい、しいいカバーでした、いいムードになってきましたよ、いいムードになってきました、はい、6対4、ベルが打ち止める、ブロックだ、止めた、1m82cm、 松下、そしてそのトライ中田、セッターがやはり大きいのはこういったとこものを言います、1m76cm、 7対4、セットカウント2対1とキューバ1セットリード、これは第4セット、後ろに下がって斉藤、サーブが初め調子が良くて、その後今ちょっとローテーションミスですか、あれポジション間違えたみたいですね、待ってください、笑ってますから、やっと間違いに気づいたみたいですね、中田の対角に杉山がいて、はい、斉藤選手がまだフォワードをちょっと早すぎたみたいですね、先行ってしまったんですね、はい、サーブ権が移りました、そうですね、はい、今ポイントしたんですもんね、そうです、ポイントして、そうですね、待ってください、今メンバー確認ですよ、中田、松下、福田、大林、杉山、斉藤と並べばいいわけです、これでいいわけですね、はい、でサーブ権が移ってわけですね、今下でちょっと、そうですね、今の場合はね、さあ取り返しました、サイドアウトだったんですが、それを取り返しました、はい、放送席西田さん、はいはい、今のアウトポジションですがね、4番の杉山選手がね、間違えて先に打ってしまいまして、7ポイントから2点引かれまして5ポイントに戻りました、5対4です、なるほど、はい、そうするとさっきの杉山が打ってる時にはポイントが違う、もう順番を間違えて打ってしまったわけですか、そうです、ははその間の注意はなかったわけですか、はい、ポイントが消えたわけですね、ポイントが 2点消えてしまったんですよね、はい、ポイントが2点消えました、記録員からの方からの副審へのあれはなかったんですか、伝達が遅れたようですね、はは、はい、わかりました、珍しいですね、珍しいですよ、すぐポイントになった時に記録の方で、はい、すぐ気がついて普通訂正するのが本当ですけどね、そうですね、まあ、日本が点取ったからここで文句言ってもしょうがないわけですがそうするとその6点目7点目が消されてしまったので、ですがこれは日本にとってもミスですけども、大会運営の方からも大きなミスですね、そうですね、でもまあミスが出ましたけれども、ムードとしてはまだ日本の方にありますからね、はい、7対5ですよ、でも気がついてるからね、はい、もう次だ、次だ、若者らしさを出せよ、頑張った、中心にあるよ、ゲストに戻ったら上、キャッチ上、よし、下、よっ、ダッシュ、若者らしさを出せというね、はい、若者らしさを出せというあれがありましたが、今山田監督がですね見て、その隣にあの小山専務理事がいまして、はい、ね、オリンピックの時の男子の監督、女子の監督が2人ここで揃ったわけですけども ね、まあ、でも今普通の試合の場合はだいたい1点差だとほとんどこの5点6点のあたりではタイムアウト取らないんですけれども、はい、あそこで随分長く時間取りましたからね、で気合を入れるために宗一監督タイム取ったんじゃないですか、そうすると今待ってください、記録がだいぶ混乱してますね、7対5だったのが6対5になりました、公式発表では6対5になりました、ちょっと途中のところを、まあ、それこそビデオテープを逆戻しにしないとわからない状態になりましたけども、それかアナウンスしてほしいですね、そうですね、ちょっと場内放送欲しいですね、説明はないようですね、7対5ですね、あ、また7対5になりましたね、はい、西田さん、はい、キューバーからですね点が違うんじゃないかという申し入れがありましてですね、はい、記録員がチェックしまして7対5で再開です、はは、日本にとっては7対5だったのが5対5になって もたもたしている間に7対5になってしまった、ちょっと残念な途中経過になってますが、さあ打ってくる、よく拾った、
素晴らしい動きだった中田、しかし後が続かない押し。7対5セットカウント2対1キューバが1セットリードしています。日本にとってちょっと惜しいアウトポジションがありました。その後記録の、チェックとそんなことでちょっと時間が経ちまして結局7対5キューバがリードしています。セットカウントは2対1でキューバがリードしています。第1セット15対9日本、第2セット15対6キューバ、第3セット15対6キューバが取っています。セットカウント2対1キューバがリードして、これは第4セット、場内が驚いて、その後拍手です。ルイス、大林のスパイクブロックアウト。ここでメンバー交代、福田が後ろに帰ったところで下がったところでマスコです。9番マスコ直美が入ります。マスコのサーブ注目しましょう。サービスエースが今日あります。ルイス、今日一体ルイスは何本決めたんでしょう。22本、カルバハルも21本、日本の方で言いますと斉藤16本、大林が15本。斉藤アウト、ブロックアウト。あれは難しいですね、ブロックが逆に サイドラインいっぱい入るか心配はあるわけですからね、はい、ボール の正面を打たずにちょっと横の方を打ってブロックに当たっても外に出るという打ち方をするんですが、一か八かの勝負ですよね、あれは、ね。ただブロックが本当に高くて上から押さえつけられた場合は、それからブロッカーがうまくて右手をその外側に出された場合はできないんですよね。ナイスレシーブ、バックアタックです。ルイス、後ろから打った球が今のスピード、オーティス2段攻撃、8対5。こうして今サーバーにルイスが回りましたけれども、はい、こうバックにいる間もね、見えないところでいいレシーブしてるんですよね。決して膝を曲げたり足首をこう深く低い姿勢で構えたりってしてないんですけれども、読みがいいんでしょうね。中田が決めた、中田が思い切って決めました。若さを出せという宗内監督の先ほど一言がありました。5対8、サーブ、杉山のサーブは低くいきます。ベルが来た、顔を打たれました。大林、荒木田さん、あれ痛い顔しちゃいけないわけでしょう、はい、あれはもう本当は痛いんです。もう涙が出てきそうなぐらい、ね、痛いんですけど、やっぱりこういう試合中だし点数なんか考えたら痛いなんて言ってらんないし、他の選手が心配しますからね、だから笑顔で大丈夫大丈夫ですぐ続けないと、またそうして時間取ったりすると、さっきのようにこう流れが、バレーのそもそもの流れが変わるってこともあり得るわけですからね。今バックアタック、先ほどのアウトポジションでガッと試合の流れ変わってしまいましたもんね、はい、そうですね。アウト、あ、決まった、サイドラインいっぱいに決まりました。10対5、日本2回目のタイムアウトを取ります。第1セット15対9日本、第2セット15対6、第3セット15対6でキューバが取って、今第4セット10対5です。世界でブコンブコンブコンってリズム来るぞ、な、日本だとふぇー下がっていくだろ、もうブコン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 でやったら最高、ブコンでやってくる、最高って切り返す、今のは流れの話ですか。はい、やっぱりどうしてもそのキューバと日本のバレーボールというのは、はい、バレーボールそのものが違いますからね、その中でどうやって日本の流れをつかんでいくか、今宗内監督がポコンっつったら行くぞっていう、そういう流れの作り方を一生懸命説明されてましたけれども、難しいんですよね。来ない、来てない、15番カルバハル、
カルバハルを止めました。中田上げてラスコワンタッチしてない、ワンタッチなし。ブロックの上の方を狙ったんですがね、惜しかった。ワンタッチを狙ってるわけですね今は、はい、マスコが前にいます。日本のアタッカーとしてはマスコ、センタープレイヤーで今2番の松下、セッターの中田が前にいます。中田がおマスコよく上げた、打ってくるベル、またポイント11対5。もうこうなるとキューバは駆け足です。中田から打ち上げてマスコが打つ、ルイス拾って上げといてベルが打ってくる、ブロック、マスコがスプレイ上げて、もうマスコは打てない、後ろから杉山が打つ、バックアタック、カルバハル1m90cm がネットから 3m 離れた時点で決めました。12対5、メンバーチェンジ、マスコに代わって福田が戻ってきました。17番福田清子が入ります。日本はアウトポジションの反則で5点で得点が全く止まってしまいましたね、はい、そうですね、5対7に戻ってからが、はい、あれから流れが変わってしまいましたね。さあ決めた、休んでいた福田が決めました。ここで一気にそのコートの中で6人が走り回って盛り上げないとまた同じような感じになってしまうんです。なるほど、逆に決められた、表情を変えないカルデロ、盛り上がってきました。金沢市総合体育館です。日本、日本の声がありました。この石川県は再来年の国民体育大会を開催します。いろいろなスポーツ行事が今行われています。大林ワンタッチしてます、ワンタッチしてます。やはり苦しい時に思い切って打ちました。今松下が後ろに帰ったところで地元金沢出身の由利近の本郷が入ります。前に杉山がいます、大林もいます、福田もいます。オーティス、そしてカルデロ、ルイスも前にいます。13対5、第1セットが15対9で日本、あとは15対6、15対6でキューバ。バランス崩した日本、完全にバランス崩しました。いよいよマッチポイントを迎えたキューバ。マッチポイントを迎えています、キューバです。日本どうするか、大林がとにかく止めました、とにかく流れを止めました。5対14、ルイスは前にいます。レシーブしといて、上げといて、打ったのはカルデロン。2回目のマッチポイントです。大林、ワンタッチ、ネットタッチがありました。キューバにネットタッチがありました。15番のカルバハルにネットタッチ。場内ため息、カルバハル3回目のマッチポイントを迎えました。ルイスが後ろに下がって8番のベルが前にいます。中田上げてブロックアウト、斉藤がとにかく相手のブロックアウトを誘いました。5対14、杉山のサーブ、ベルが打ってくる、プッシュしてくる、拾えない。4回目のマッチポイントです。今ルイスはバックセンターにいます。前に8番のベルがいます。上げといて斉藤、中田が上げて、もう一回斉藤二段攻撃、打てない打てない、ベルが打ってきた、一つ止めた、上げた、中田が上げて斉藤、5対14、日本とにかく抵抗します。福田が打ちます、ブロックされました。 1m90cm のカルバハルに止められました。ベルが止めました。カルバハルの後ろに下がって
まだルイスはバックレフト、8番のベルが前にいます。5回目のマッチポイント、トスが悪い、ホールディングです、はい、ホールディング、まだ頑張る。5対14、しかし点にはなりません。日本、中田のサーブ、前に福田が頑張ってますが、その福田6回目のマッチポイント、考えられないところに打ってきますね、今の角度で、はい、ネットに平行に来ましたね。そうですね、6回目のマッチポイント、ルイスが前に来ました。サービスエース、ベルのサービスエースで15対5、第1セット15対9日本取りましたが、第2セット15対6、第3セット15対6、第4セット15対6、第4セットは15対5でセットカウント3対1でキューバが全日本を破りました。これでキューバは今年の NHK 杯2勝、明日は実業団選抜との試合を残しています。日本は全日本は1勝1敗、明日韓国と対戦します。荒木田さん、はい、第1セットを取った時には非常に気が上がった日本チームだったんですけども、はい、やっぱり1セットしか取れなかったというのは、再三宗内監督が選手に言ってましたけれども、そのバカンと打たれたら自分たちのリズムを取り返すために盛り上げるんだという、そういうのがそのうまくできなかったところにあるんじゃないかなと思うんですね。ですから取れるようなボール、そのこぼれ球ですね、そういうのの処理もできなくなって、足が動かなくなってしまった。逆にそれからキューバの方としてはだんだん調子づいてきて、高さのあるスパイク、そしてブロックされてきましたからね。